こんにちは、社会人事務所の長谷川充です、今日はですね、ランチェスター経営の武田洋一先生の日めくりカレンダー12日目、です、経営戦略は全社的経営競争の勝ち方のルールまたはその知恵になり、これは社長の経営術になるということですね、一般的にはですね、やはり社員さんが行うっていうのものっていうのは戦術の部分であって、で社長がやっぱり考えないといけない部分というのは戦略の部分ですね。で戦略というのはやはりこう勝ち方のルールなので、まあ、どこに進んでいくのかっていうことを社長自身が経営者自身が、考え、そしてそれを社員さんにきちっと伝え、でそれを戦術という形でですね、まあ、日々の仕事として、まあ、向かう方向にですねこう向かっていくということになりますので、まあ、いかにここがですね戦略という部分が大事かと。で戦略がずれていたら当然一生懸命社員さんがですね日々日々仕事したとしてもどん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 ずれた方向になりますので、まあ、そういう分では社長が打ち出す戦略というものがとても重要だということですね。はい、皆さん、今日も聞いていただきましてありがとうございました。今日も頑張りましょう。